農家人材、アップルはロックンロールプレイヤー、 IBM はシンフォニープレイヤー。ビジネスというのはその会社の商品らしさって必要ですよね。独自性で、独自性というのはただの技術だけじゃない、マーケティングの手法から我々の全ての振る舞い、このブランドっていうのはね、やっぱりお客さんとのこうタッチポイント全てなんですよ。したがって、まあ、商品だけじゃなくて筐体デザインだけじゃなくて、お店の雰囲気から音楽からスタッフのユニフォームからポスターとか名刺のデザインまで全部ブランドですから、それは誰がやるかっていうと人がやるわけですね。で、人の独自性がなくて独自のブランドはできないわけですということで、私はアップル入って強くやったことの一つは、マーケティングスタッフは絶対にコンピューター業界から取らないと。そもそもコンピューター業界から誰もいなかったですよ。みんな変わり者集団ですから。で、やっぱりどういう人を取ったかっていうと、もちろん日本人ですけど、南米でアワビの養殖をやってたやつとかね、ホリデーイン米人のマネージャーだとか、そういうともかく業界以外のもういろんな業種を経験した集団を集めたんです。それじゃなくて新しい発想出てこないですよ。原田さんがそう思われたとしても、なんかそういう人たちってアップルに入りたいかどうかは分からないんじゃないんですか。入りたいんですよ。だってめちゃくちゃ変わった会社だし畑違いだからちょっと戸惑います。いや、もう入ってきたやつは言い方悪いですけど動物園状態でしたもう好き勝手。これはね、私よく言ったのは、 IBM はシンフォニープレイヤーだと、音楽に例えると、アップルはロックンロールプレイヤーの集団です。もう俺を見ろ俺を見ろっつって、自分のパフォーマンスをみんなオーディエンスに見せるっていうタイプね、うん、俺が俺がって、うん、IBM っていうのは俺がじゃなくて、周りの音一生懸命聞きながら調和ばっかり考えてるの、ハーモニーばっかりもうみんな同じ格好で、アップルはもう一人一人も服装も違う、個性も違う、経験も違う、だからクレイジーなこと生まれるんですよ。成功したんですか。あ、もちろん。だから私も商品の発表会も絶対ホテルで発表会禁止、当時のジュリアナ東京とかね、こういうところでやるわけです。そこにゲストで IBM のエグゼクティブとか NEC のエグゼクティブをわざとご招待するんです。で、ご挨拶してもらうと、NEC のお偉いさんがね、いや、アップルさんはこんなところでやるんですか、うちがやったら全然合いませんねってやるんですよまんまと引っかかったなって、そんな感じでね。で、そういう時代からいろんなアップルらしいことをいっぱいやったんですよ。もう普通ではできないようなマーケティングイベントたくさんやりましたけど、またおいおいご紹介しますけどね。で、話がポーンと飛びますけど、私がアメリカ本社に勤務して日本に帰ってきました。帰ってきた直後に新しいノートブックのデュオってのがあったんですよ、このドッキングステーションのね。この発表会があったんですけど、それを作ったのは IBM なんですよ。 OEM で作ってもらった。したがってイベント会場行ったらですね、なんとホテルなんですよ。そして IBM の社員も来てるんですけど、 IBM の社員も Apple 社員もみんなまたブラックスーツ着てるんですよ。もともとは Apple らしさがあったんですけど、それを忘れて NEC、IBM の人材取って、そいつらの商品企画書を見ると、メガヘルツ、メガバイトでいくらって、こういうやつやるわけですよ。それがもう NEC、IBM と横並びの競争じゃないですか。私はね、人を採用するときっていうのは、広報を経験したやつを採用して広報やらしちゃダメですね。前の会社と同じ広報やるだけですから、やっぱり異業種から連れてくるっていうことを思い切ってやらないと新しいこと生まれないし、前の会社と同じことやられたら迷惑なんですよ。独自の商品価値ブランドを作るということは、やっぱり独自の人材力ですから、やっぱり同業種競合会社から人を集めてきたら競合会社と同じになりますよということです。それでそういうことで、あ、これが業績不振の原因の一つだということが分かったんですよ。冒険ですね、うん、異業種のパソコンをいじったこともない未経験者をその採用するっていうのは、私マクドナルド入ってなんで最初から回復したかって、ど素人だからですよ。ユーザーの視点で考えるんですよ。これ私は原則だと思います。それでもう一つエピソード言っていいですか。まあ横並びのブラックスーツ着た人材と IBM 社員とアップル社員、区別つかなかったですからね。もう月並みのホテルでのイベント、これももう一回禁止命令出しました。私一番大切にしたのは、日本の中に220ぐらいのユーザークラブがあったんですけど、そのユーザークラブのある人からクレームが来たんです。
マッキントッシュというのはお正月になると勝手に明けましておめでとうって言ってくれるんですね。それはカタログにもどこにも書いてないんですよ。サプライズなんです。エンジニアが遊び心で入れてやろう、お客さん喜ばせてやろうって入れちゃうんですよ。そのユーザーの名前が出るんですか？ボーンと押すと明けましておめでとうっていうの。というのはあのユーザーの名前とか生年月日とか最初初期設定で入れますから。でそういう遊び心でお客さんを喜ばせるプログラムをやっぱり入れてるわけですよ、開発の人間が。これが遊び心、それがなくなってると。なんでなくなったんだっていうわけですよ。なるほどな、開発の人間も遊び心も忘れたんだということで、私開発のその責任者にそれぐらいのことも戻せよって言ったんです。でまた入れたんです。そしたらまたクレーム来たんです。明けましておめでとうございます、アップルコンピューターって出てきたの。名前じゃなくて、俺は俺の Mac は好きだけど人の Mac が好きだね、俺はアップルコンピューターに明けましておめでとうって言ってほしくねえと、俺の Mac に言ってほしいんだってきたんですよ。これがアップルらしさなんですよ。俺は会社に言ってほしくねえと、俺の Mac におめでとうって言ってほしい。面白いですね。だからこういった自分のパーソナルエージェントっていう、うん、そういう位置づけの商品であるっていうことも開発はもう忘れていたってことです。もうコンピューター業界の横並びの常識になっちゃったけど、それも もちろん変えましたけどね。今日の学び、多様化人材は独自性の進化に不可欠、顧客目線で考えること。セブンイレブンだとかモスバーガーだとか競合他社も同じ覆面調査隊を我々が雇って活かせるんです。あなたのお店も調査されてるかもしれませんよ。